ポケモンソウルシルバー続きやっていきましょう。前回学習装置を手に入れました。そっからですね、レベル上げとこうかなと思ったんですけど、全くできずですね。そのまま次に進みたいと思います。で、ここまた湖に戻ってきた感じです。で、これは、確かというか、湖の、スプレーの効果切れた。あ、湖ってこんな遠かったっけ？あ、ここはロケット弾、そうか、ここで1000円取られちゃうんだ。あ、てか湖にこれ飛べたな。しまったな。まあそのまま来ちゃいましたと。で、渡るさんがいるよね。あの赤いギャラドス、どう考えても様子が普通じゃなかった。やはり誰かの仕業で無理やり進化をさせられてしまったのか。君も噂を聞きつけてやってきたかい？そう、リーベ、リーベというのか、俺は渡る。君と同じトレーナーさ。ここの噂を聞きつけ、真相を調べていたんだが、リーベ君、さっきの戦いを見れば、君が相当な実力のトレーナーだとわかる。よかったら俺にちょっと力を貸してくれないか？はい。そうか、助かるよ。さあ、湖のコイキングたちは、長寿から謎の電波で無理やり進化させられている。そんな気がする。そしてあの怪しいお土産屋さん、リーベ君、俺は一足先に長寿タウンへ向かってるよ。お土産屋さんってあったっけ。で、一足先に長寿タウンなんで、これも長寿タウンにすっ飛んでいきましょうと。さあ飛びます。で、そうしたら長寿タウンに着きました。お土産屋さんってここだっけ。お土産屋さん、ここが怪しいの。あ、いた。海流破壊光線、おお。遅かったね、リーベ君。やはりここからおかしな電波が流されている。本当なんだ。階段はここだ。お、リーベ君、手分けして中を探ろう。俺から先に行くよ。はいはいはい、海流と一緒に渡るさん行っちゃった。そしてここがロケット団のアジトになってる。地下への階段、なんでバレたんだろう、こんなさりげないのに。うー、あいつのドラゴンポケモン強すぎる。そんだけか。はい、それではロケット団アジト行きましょうか。ん？あ、このヘルシアンの何？あ、戦闘開始になっちゃった。さあ、こっからはね、もう学習装置が入ってるんで、一応今闇カラスに学習装置を持たせています。なので、これどんどん闇カラスのレベルが上がっていくのではないかと思います。さあ、184入るね。もう黒台でとりあえずはなんか突っ走っていけそうな感じがあるので、で、多分今回7バッチ目まではいけないと思うけど、って考えるとね、今この敵が10レベル台でもう今6バッチっていう、なんかすごいよくわからん感じになってるけど、まあ18バッチあるとこんなこともあるのかという感じかな。さあ、ズバッと連戦だね。まあ、ここは波乗り一撃でしょう。まあ、ポケモンのソウルシルバーじゃない、ブリリアントダイヤモンド、シャイニングパール、まあシャイニングパール買ったんですけど、そっちの方もだいぶ落ち着いてきたので、まあちゃんとできるかなと。これが今パート12かな、うん、だと思うんですけど、まあちょっと年内までにおそらくシャープ15までいけると思うので、まあそこまでダーッと一気に収録しちゃおうかなと思っている中の1本目ですね、これ。はい、まあなのでシャープ11じゃないや、どれぐらいかな、シャープ8かな、
8より手前と8以降でだいぶ時間が空いてるので、まあ、思い出しつつっていう感じでやっていますが、俺はここまた、あー、ここ戦闘になるんだ。でこれで侵入者発見ってなるでしょ。やっぱそうだよね。なるほどね。ロケット弾のあの倉庫もね、倉庫じゃない、アジトもだいぶハイテクになってきてるね。ただ出てくる敵はそんなに変わらない。まあ黒台のレベル上げすぎた感はあるけど、まあ学習装置なかったんで、まあしょうがないかなっていう。まあ水タイプだし、どんなタイプにも大体対応できる。まあ黒台でしばらくいっちゃうんじゃないかな。でまあ一応ケンタロスも入れてあるので、まあ一応なんだろう、四天王と戦うとき先発はみたいな、ケンタロスでなんとかどんなタイプにも対応できるんではないかと。まあさすがにゴーストとか無理だけど、ある程度範囲を広げて戦えるような感じだね。さあここもうズバッとしか出てこんな。しかし連戦が続く。え、ブラック26レベル、いいね。まあ、このペースで上がってくれれば全然やりやすいね。はいはいはい。あー、ペルシアンの形をした石像の前を通ると2連戦になるんだ。毎回毎回毎回2連戦。しかも同じポケモンしか使ってこない。なるほど。あー、スイッチの秘密を何知らない限りこれずっと追いかけてくるのか。これはちょっとめんどくさいな。で今すごい傷薬ゲットして、うわー、これまた連戦。なんとか避ける方法はないのかな。これ下か。ないって、お。いやー、そこの相手も怪しいな。倒しますか。さあ。はぐれ研究員、藤尾、コイル。まあ、コイルに対しても、波乗りでまあ余裕でしょう。余裕余裕。余裕も余裕だね。PP がなくなりそうな、まあそこが唯一の懸念点かな。いや、素晴らしい。波乗りがしっかり決まっていく。そして連続でコイル。コイル、コイルときて、さらにコイル。まあ、波乗りしかないな。噛み砕くもこれ、半減になっちゃうもんね。今は確か等倍。鋼に対しては。よし。さあ、そしてこのアイテムをいただいちゃおう。エフェクトガードいらなかった。全然いらないものだった。となると、こちら側はほぼ外れ。なのかな？これは、正面のやつが来る前に、うわー、こいつらが来るのかね。この戦いめんどくせえな。いやー、同じ相手だとね。もうここがカットだ、カット。はい。そして、ここまた戦闘と。倒します。よし、倒した。さあ、そしたら、ここ下でしょ？これ何？あー？どういう仕掛け？
通に石つぶて出てきたな。まあこれは普通逃げていいよね。なんか野生が出るの珍しいな。あー、そして毒。なんか変わった仕掛けばっかだね。ドガース。まあ出てきてもこれは逃げるだけなんで、まあ、そんなに関係ないか。さらに毒。なんか正解のルートとかあんのかな。はい、逃げるだけ。そしたらこれは移動できるから移動しちゃいたいけど、階段一発使ってみようか。お、渡るいるじゃん。大丈夫かい？君のポケモンだいぶ傷ついてるな。俺の薬を分けてあげるよ。おー、ありがとう。ここで全回復。さあ、リーベ君、ポケモンのため頑張ろう。お、じゃあついていけばいいか。右側だね。そして渡るがどっかに消えてしまった。うわ、ここ戦闘だよね。倒します。さあ、倒したぞ。そしたら、これ、右かな？お、いた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 。リーベ君、回電波発生装置の部屋のロックを解除するには、ある人物の声を入力しなければならない。ロケット団幹部のラムダ。奴はボスの部屋に隠れている、ということを突き止めた。だけど、ボスの部屋にもパスワードが仕掛けてあるらしい。まずは、ボスの部屋のパスワードを探しに行って、行ってみよう。じゃあ行きますか。あれ？戦闘になんない。パスワード、あー、こいつ、いやー、わかんないだろうな、こいつは。さあ、これで、あー、なんかアイテムがある。タウリン、タウリンとスペシャルアップ。オッケー。じゃあタウリンさ、使っちゃおうか。タウリンを使う。突撃に、うん、攻撃の基礎ポイント上げといていいでしょ。そうしたら、あ、これ怪しくない？違うかな。いやいや、俺様は倒そうってのがいい度胸だな。お、扉のパスワード教えてやる。おお、めちゃめちゃありがたい。そして1体しか出してこない。え、ラッタか。まあ、いけるよ。さすがに。まあ、紙クダックでいいんじゃない？オッケー。経験値そんなもらえないな。さあ、あ、なんだった？すっ飛ばしすぎたな。ラッタの尻尾。だが、二つ揃わないと、ヒャヒャヒャだぜ。ラッタの尻尾。二つ。こいつ違うよね。ラッタの尻尾。お、横取り。横取りゲットした。そいつ怪しいかな。怪しいかな？どうだろう？知ってるかも。あー、こいつはなんか教えてくれなさそうな感じか。あー、倒した。扉のパスワードはヤドンの尻尾、ラッタの尻尾、了解。教えてくれたわ。ヤドンの尻尾、ラッタの尻尾。この二つを、なんでも直しゲット。ああ、この二つをこの上かな？順番的にはそうっぽくない？あ、明らかになんか怪しい部屋あるな。ここだ、ここだ。うわー、戦闘になってしまう。よし、倒した。さあ、これで、階段を降りて、あ、で、ここ上がれば、あ、違うか。ここじゃない？
あ、いた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 。ん？ライバル、アンリ。今度はこんなところでうろついてるのか。ん？お前そんなにロケット弾が好きなのかよ。そんなことよりあのマントのドラゴン使い、あいつは何者なんだ。俺のポケモンでも全く歯が立たなかった。今日負けたことは別にさ、もっと強いポケモンを手に入れることさえできれば、あいつになんか負けやしない。それよりも気に入らないのはあのセリフ。君はポケモンへの愛と信頼が足りないだと。そんな生ぬりこというやつに自分が負けたかと思うと腹が立って仕方がない。お前の相手なんか知られるか。おっと、それを言いに来ただけか。そんだけですか。ハイパーボールゲット。え、ここじゃないの。扉閉まってる。2つパスワード入力。開いた。いたぞ。幹部か。よく来たな。君がリーベか。おや、誰が、え、私が誰かわからんかね。榊だよ、榊様だよ。榊？あれ、全然似てない。榊様に見えない。くっそ、一生懸命練習したのに。俺はロケット団幹部のラムダだ。お前はどうせ、回電波の発生装置の部屋に忍び込むつもりだろう。だが、そうはいかないぜ。なぜなら、あの部屋は特別なキーワードでロックされている。榊様万歳、めっちゃ教えてくれる。あっさりバラしたので驚いただろ。だがキーワードなんか知られても全然平気なのさ。なぜならあのドアは俺の声でキーワードを言わないと開かないようになってるからな。ああ、そういうことか。はい、幹部ラムダ戦行きましょう。ズバッととか出してきちゃって。はい、氷の牙一発。さすがに大丈夫でしょう。クロダイルチ、まあ、もしもの時は後ろ3体でなんとかなると思ってる。さあ、ドガース。まあ、波乗りで十分でしょう。いいぞ。そして、エラッタ。まあ大したことないね。うん、まあ一撃じゃない。オッケー。はい、これで、ラムダ撃破と。ブラック28レベルいいんじゃない。榊様は3年前ロケット団を解散させて姿を消した。だがきっとどこかで復活のチャンスをねぎらっているはず。ふははは、お前なんかに負けたって痛くも痒くもねえぞ。何しろ俺の声でなきゃ回電波発生装置の部屋のドアが開けられないからな。で、闇カラス。おっと、どっか行ったな。榊様万歳。ラムの声をそっくり真似してる。これがひょっとして、ははは、これ扉開いてるってこと。あれ、でもこっちじゃない。あー、でも闇カラスが上にいるな。じゃあ上行こうか。で、そこ、榊さん万歳。部屋のドアってこれこっちにあったっけ。あれ、これで開いたってことか。まあ、とりあえずこれ戻って、で、この上、こっちに、あ、ドアないわ。泥棒見つけた。そしたらこれ上だな。上側でしょ。そして、まあ、ここしかないよね。あ、で、いた。榊さんは万歳。あ、これ下だな。あ？まあ、どう考えてもこっちか。あ、いた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 。で、あー、ここか。あ、ここか。ラムダそっくりの声でキーワードを叫んだ。音声認識のロックが解除された。
ガバガバセキュリティ、おっと。あなたみたいな子供をいつまでものさばらせておいたら、ロケット団のプライドは傷ついて傷だらけになっちゃうのよ。というわけでそろそろ終わりにしましょう。いくらあなたが強くたって、私たち二人を同時相手にするとなれば、まず勝ち目はないでしょ。悪いけど覚悟してもらうわ。おー、ちょっと待った、2対1で勝負とは随分不公平じゃないか。さすがはロケット団、ずるいことが大好きなんだな。悪いけどこの勝負俺も参加させてもらうよ。あら、仲間がいたの、気に入らないわね。榊様のお留守を預かる私が生意気なあんたたちに教えて差し上げるわ。ロケット団に歯向かうこととどうなるかってことは、2対2のダブルバトル、行きましょう。アテナと下っ端、了解。ああ、渡るの海流40レベル、強い。この海流には勝てる気がしねえな。まあでも氷の牙あるから倒せるかもな。悪いが波乗りで全部一掃しちゃうか。海流ごと持ってこう。わあ、海流耐えるな。お、アーボックは耐えた。スリープはさすがに耐えれないと。あー、で空を飛ぶね。で蛇にらみが来てしまう。麻痺めんどくせえな。で下っ端はベトベタを出すと。まあ波乗りでいいよ。あー、で空を飛ぶがベトベタ一撃、麻痺るなよ。うわー、ヘビにらみ海流に今度はシンプルにめんどくさい攻撃してくるな。まあとはいえアーボック倒せた。そしてブラックももうレベル上がりそうじゃないか。臭い花を出してくる。まあ氷の牙で一撃でしょう。メガドレイン食らっちゃったけど、うん、まあそんなに痛くはない。体が痺れた。ヘビにらみが強いな。メガドレインでどんどん吸い取られちゃう。これは気をつけないといけない。体が痺れる。さあ空を飛ぶ。まあしょうがないね、これは。麻痺直し使ってもいいけど。さあ氷の牙いいぞ。これは倒せたでしょう。オッケー。そして相手がいない。そして闇カラス。さあ闇カラス27レベル。ナイトヘッドをしてくる。はい、氷の牙一撃。これは一撃でしょ、もう間違いなく。オッケー。さあこれで、あー、ブラックレベル上がらんか。残念ね。あなたならロケット団に来れば幹部にだってなれるかもよ。何も言わずに下っ端は。そして2960円。まあいいわ。電波の事件もうまくいったみたいだし、こんな味とどうにでもなるだわ。私たちの狙いはもっともっと大きいの。ロケット団の恐ろしさいずれ分からせてあげる。その時楽しみね。さあとりあえず解決か。悪かったねリーベ君、ね、君が頑張ってるのを見てちょっと出番を待ってみたのさ。さてあとはおかしな電波を止めるだけ。お、電波止めよう。止まるかな。これが装置、スイッチは見当たらない。マルマインを気絶させよう。そうすればおかしな電波もなくなる。マルマインには罪がないからかわいそうだけどね。ほんの少しの辛抱。右側は俺が引き受けるから左側を頼む。左側に何、マルマインがいんの。あー、そういうこと。じゃあマルマイン捕まえようかな。これマルマイン捕まえていいよね。まあ、でも3体いるか。あ、光の壁使ってきた。切り裂くで、
あー急所に当たる。こういう時に限って急所に当たる。多分3体だよね。じゃあこれ捕まえたいな。ハイパーボール1個あるから、切り裂くがこれ急所に当たらなかったら耐えてくると思うんだよね。あら、また急所に当たるんかよ、おい。こういう時に限って急所に当たってしまう。さあ3体目。もしかしたらマルマイン、これレアかわからんけど、捕まえておきたいから、さあ頼むぞ、耐えてくれ。あ、耐えないんだ。じゃあ倒しちゃったわ。まあいっか、これで解決かな。ようやくおかしな電波も止まった。これで湖も元通りの姿になるはず。君の活躍のおかげだな。ポケモンに代わってお礼を言わせてもらうよ。そうだ、これ持ってきなよ。俺には、さっき見つけたんだが俺には必要ない。秘伝マシン05。ありがとう。05は渦潮。ポケモンに教えれば、折れたじゃない、荒れた水の上も進める。ただし、長寿のジムバッジを持っていないと使えないから気をつけてよ。リーブ君、ポケモンマスターへの道は長く険しいという、それでも目指すのか。そうか、そうだよな。諦めるくらいなら最初から夢見てないよな。じゃあまた会おう。さあ、渡るさんと次会うのはもしかしたら四天王戦になるのかな。ということで、これは、で、こっちから来たから、これ戻ろう。戻ろうというか、戻りたいんだが、こっちだっけ？これで戻ってきたか？戻ってきた。で、お母さんから連絡。特に何もなかったか。これで次の、そうだね、そこのジムに行けるので、次回、ジム戦に行こうと思います。はい、ということで、今回ここまでかな。はい。また、次回です。お疲れ様でした。さよなら。